度お下がりください。かけろ。だけでさ、それでも私たちは生き抜く。風を操るのは100年早かったな。風ムカつく。はあ、やだ。エドナさん大丈夫？エドナ、ちょっと滑っただけよ。手がかかるね、エドナお嬢様は。未亡に言われるなんて。武器を取れ、みんな。エースじゃん。度胸が必要そうだ。ヒルズヒルです。近寄って戦うのは危険です。頭のヒルはどっちのヒルだ。おぼろずきよ、一点集中、自分の気をくれ。おとなしく眠ってくれ。吹かれ、届け。うおー、負けるか。空中に逃げられる前に一気に叩くぞ。飛ぶ鳥を落とす勢いですね。合ってる気もするけど。一刀両断、無駄。これから髪の毛で振るぞ。
リーズディープレッド培養基地物が元に片付ける荒谷に果てよ乱月流かわせみお見事です。スレイさん、この調子でいこう。体力を回復しましょう。準備はできてるよ。ケチャ逃がさないリュータブラやっちゃわらん鉄空洞一刀両断行きます。コガーマン進んでいくよ。火は荒れすぎる。火は地流連打だ。負けるか負けるか負けるか操作陣負けるか。白く水を崩落せよ。いいぞ。これで勝利だ。甘く見ちゃダメだよ。ドロラ体も持ってる武器も大きい。その分鈍重だ。そののろまに捕まるんじゃねえ。新規開拓ラッキー。生き残るのが優先だ。石碑か。よそ者だ。こら、そういう言い方しちゃダメって学校で習ったろ。そうだった。こんにちは。こんにちは。この新しい建物、学校？そうだよ、村長さんが作ったんだよ。村の将来のためにね。学校か。町のものに比べたらささやかすぎるだろう。そうなの？俺の育った村にはなかったから、ちょっと憧れだったよね。ゴドジン村長のスランジです。こんな辺境まで、どんなようで？人を仕事で辺境の食べ物について調べてるとか、そんな感じ？それはご苦労なことです。幸いこの村は大きな飢饉には見舞われていません。それどころか前より豊かなくらい。村長のおかげでな。必要なものがあったら遠慮なく言ってくれ。また自分の手柄みたいに。いい村だな。ちょっと伊豆町を思い出したよ。スレイ、分かってる。手分けして教皇様の手がかりを探そう。どうしたの、エドナ？別に、ミボから受けた屈辱を思い出してるだけ。そうなんだ。そんなことより、村の奥に遺跡があったわ。相当古くて凝ったものみたい。古いってどれくらい？多分、クローズドダークより前。私より年上かも。って、アバロストの調律時代？本当なら超貴重だよ、それ。あれ？
エドナって何歳？何？何でもないです。どうした？難しい顔して。妙だな、この村かなり豊かみたいだ。いいことじゃないか。なぜかが問題。収入源か。そう、周りは農業にも狩猟にも適さない痩せた土地だ。街道沿いでもないし、特別な産物もないっぽい。変だろ、普通なら真っ先に飢饉に苦しむような村なのに。訳があるんだろうな。何か。ゴード人って幸せそうな村だよね。ええ、前向きで活気があって、みんな家族みたいだね。けど天族の加護は感じないな。はい、加護天族は不在ですわね。一時はかなり荒れていたようです。それを今の村長さんが立て直されたということですわ。だからみんな村長さんを尊敬してるんだな。そうなのでしょうね。ここは随分貧しい土地のようですし。うん、誰にでもできることじゃないよ。ロゼさん、どうかされました？あ、ごめん、ちょっと考え事あって。もうちょっと調べたらちゃんと話すよ。デゼル、教皇様の手がかりあった？いや。そっか、なんかわかったら教えてくれ。違和感が一つ。あの村長、妙なものを身につけていたな。メガネ！レンズなんて貴重品、なかなか出回るものじゃない。持ってるのは貴族とか聖職者とか。しかもスランジは新参者らしい。状況証拠は揃っている。まさか村長さんが。可能性を言ったまでだ。事実かどうかは知らん。調べてみる。ありがとう。別に。何？いちいち礼はいらないと言ったんだ。わかった。遺跡がある。スレイ、奴ら村長を捕まえに来たんじゃないのか？冗談じゃねえ。村長がいなくなったらゴド人は。心配はいらんよ。聖域に入れさえしなければ大丈夫だ。あれが。一回戻ろう。村長さんから汚れは。なんで。答えはあの遺跡にあると思う。だ、
Thank you.
崩れた入り口か。見るだけ見てみようよ。無理だね。そうでもないけど、エドナの術なら試してみてくれ。やってあげてもいい。ミクリオがエドナお嬢様、どうか岩をどかしてくださいって頼むなら。おい、ふざけてる場合じゃ。手がかかるのよ、エドナお嬢様はね。根に持つな。ほら早く言いなさい。エドナお嬢様、どうか未熟なミボに代わって岩をどかしてくださいませませって。増えてるぞ。早くしないともっと増えるけど。エドナさん、意地悪はその辺にして。この岩をどかしてほしいんだ、エドナ。お願いします。スレイはいいのよ。俺もいつの間にか力を貸してもらうのを当たり前に思ってたかもしれない。そういう心のせいで汚れが広まるのを見てきたのにな。感謝を忘れちゃダメなんだよな。天族を祭るにも、仲間と旅をするにも。いいわ、私の巨海の腕をあなたに預ける。スレイに冗談は通じないよ。よし、未熟なミボに代わって岩をどかしてみるか。それも言うのか。ほんと冗談通じない。すげえ威力。そう、なんだここ、倉庫みたいだ。倉庫なんだよ。近頃貴族の間で流行ってるこれのね。エリクシール。偽物だけど、なんか体が熱く。偽エリクシールって滋養強壮薬だから。しかも結構な依存性がある。一回売れば需要が保証される。悪質ね。そんなものが教会のお墨付きで売られているのですか。証明書はローランス教会の印が押された本物なのに、売上金はこの村に流れ込んでた。調べたお金の流れってそれか。ゴド人に本物の証明書をかける人物がいるとすれば。失踪した教皇様。村の資金源も説明がつくね。村長の汚れの理由も。共犯か、もしくは村長が教皇か。貴様らどうやってここに。こいつまさか。強人たち。こいつまさか。村長か。雷切り。すごいな、その武器。俺にも使えるかな。やってみな。やっぱり村長さんを捕まえに来たんだな。そんなことさせねえ。やめろ。一体何があったんだ。あなたはマシドラ教皇様。調べはついているのだな。なんで教皇様がこんなことを。聞きた
たいのはこっちだ。なぜ私が教皇などという望んでもいない仕事をしなければならない？私が聖職に就いたのは家族にささやかな加護を与えたかったから。ただそれだけだったのに。でもあなたを慕っている人は大勢います。騎士団のセルゲイたちだって。分かっている。だからできることを必死でやった。自分を顧みず皆のために何十年も。その結果、気がつけば家を顧みない男と憎まれ、私の家族は跡形もなくなっていた。私は一体何のために。アイランドとの戦争には関わったの？戦争も国も民も全部投げ出して逃げた。すべてがどうでもよくなったのだ。死ぬつもりでも両さまよい、動けなくなったところを彼らに救われた。ゴド人の皆は私に何も求めず、ただ家族のように接してくれた。それで村のために働こうと思われたのですね。偽エリクシールを売りさばいてまで。帝国も教会も知らん。卑怯者と言いたければ言うがいい。今の私は家族のために生きている。家族のためか。同情はするよ。けど教皇を連れ戻さないと。碑文を読まなきゃ気力が得られないし、セルゲイたちも枢機卿に対抗できないよな。ですが村長さんの人望と手腕がなかったら、加護のないゴド人はどうなってしまうか。わかるけど、同じことはペンドラゴにも言えるよ。そもそもこいつが逃げたのが原因、責任を果たさなくていいわけ。何か方法があるんじゃないか。碑文を読んでもらってゴド人に戻るとか。騎士団や教会があの状況では、この人を解放してくれるって思う？村長、村長さん。